こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は BFB チャンピオンズ 2.0 を遊んでいきます。今回プレイステーション4プレゼント企画ということで、 BFB チャンピオンズ 2.0 を制作運営しているサイバードさんとお話しさせてもらって、プレイステーション4を1名様に抽選でプレゼントさせてもらうことになりました。ありがとうございます。ということで、プレイステーション4の応募方法についても動画内でご説明していきますので、そちらをチェックよろしくお願いします。ではでは、まずはですね、今回 BFB チャンピオンズ 2.0 私が遊ぼうと思っているのが、新しく追加された機能のアリーナ、ここで遊んでスカウトガチャ星7の選手もまだ少ないので、今回はゲットできるかなっていうのに挑戦もしていきたいと思います。あとですね、個人的にキャリアモードで世界を飛び回って世界のいろんな選手と遊んでいくのも好きなので、そちらにも挑戦しようと思います。でまずはアリーナ、現在はクラス4、もうですね昇格戦にチャレンジできるんですよ。ということで今回は昇格戦行ってみます。昇格戦の対戦相手はグラムさん、グラムっていうチームですね。 BFB の神様ってなっていたのがちょっと不安です。今ですね、結構いろいろと選手を育てて努力値っていうところも1ずつ溜まっている選手もいるので、ここで振っていこうと思います。フォーメーションは 4-3-1-2 にしています。でこれはなぜかというとですね、使いたい好きな選手の数を数えたところ、ちょうどそこに当てはまる状態だったので4-3-1-2になってます。はい、で私の中で星7の選手はまだ少なくて、今度ですね星6の選手も限界突破でレベルアップさせながら、今回の昇格戦でクラス5に上がれるっていうので、5、6、そして7っていうのを目指しながら進めていこうと思います。こんなかな。ではキックオフスタートしよう。先にですね、相手チームはこんな感じ。お、星が7の選手もやっぱりいますね。これが私の選手。ではマイチームゴー。あ、さあどこにパスが出せるか。大きく蹴り出す。あ、ダイス選手のディフェンス、ね、背がね高めなのかね、よくディフェンスしてあのヘディングをねしてくれるんですよね。お、ここから攻め。うわー、私はユニフォームが赤のこっち。いけたー、やったー、ロベイさん、いいですね。まあこれは先制取れてるから、ハーフタイムまでのこの前半戦でもうちょっと稼いでほしい。きたー、ダイス選手ゴール、イエーイガッツポーズ決まってましたね。お、ん、これでハーフタイム4-0。お、いいんじゃないですか。みんなスタミナがこうね、疲れちゃってきてると矢印が下出るんですけど、ベンチの選手をねうまくこう変えながらやっていこうと思います。この選手はこっち側だね。前半戦と後半戦で疲れてる選手を変えていくのと、あとはその攻撃力を見ながら変えるか変えないかっていうところをいつも悩むんですけど、今回はねだいぶ変えます。では後半戦に向かいます。4-0 からどこまで得点が伸ばせるか。あ、回してる回してる、いやー、おー相手キーパーの阻まれましたね。相手キーパーのジャンプがすごかった。これで、あ、でも次は得点、ルイゾさんやったー、ゴール。成功率もね、攻撃成功度上がっていってますね。おお、通る？パス？それ通る？あ、通ってる通ってる。次は？ここで入った？おお、結構遠かったと思う。ショーケル、グッド。次、このままここでくさびのパス。もう一回中に、そして蹴る。おお、これもルイソー。ルイゾさんはですね、だいぶ活躍してくれる選手なんですよね。ということで7-0、
You win! 勝ってました、勝った勝ったこれで小学生に勝ててクラス4からクラス5、クラス5にアップ、嬉しい、昇格おめでとうございます、ありがとう。これがねアイテムをゲットして、またここからはクラス5、クラス5に突入するのですが、昇格戦まではあと1300ポイントなので、またアリーナで遊びながら上げていきたいと思います。はい、ではキャリアモードを遊びに行ってみましょう。アリーナで遊ぶっていうのをしてたので、キャリアモードを今回初めて動画にしますね。現在ですね、エントリーがイタリアリーグ1、世界を回っていろんな国のリーグに挑戦してきているのですが、現在ですねイタリアリーグの3、2を勝って1なんですが、今までですね、あ、今ドイツとフランスまで、あ、フランスが終わってイタリアまで上がってきてるんですね間違えちゃったで、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、この辺もね対決したんですよ。イタリアに勝ったらドイツ、そしてフランスに向かって行ってみましょう。途中でレジェンドチームと対決があったりとかもするのですが、今回のチームはイタリアリーグのアンゾレーゼ、レベル差はあったので勝ってると思います。このチームで挑戦キックオフ。さあ結果5対2勝利。ハーフタイムの時に後半戦の選手疲れているまま行ってしまったので、いやー得失点差があったりするのでリーグ1位は難しいかもしれないとちょっとね不安です目指せイタリアリーグ1でも1位通過。ではでは、スカウト星7の選手が5体、できれば今回2連引いて星7選手をゲットしたいです。スカウト選手のラインナップはこんな感じ。ゴールキーパーが欲しいな。あとはですねフォワードの選手がまだ星6の選手3体を使ってるので、そこを狙っていきたいです。それでは2連中の一番最初の1連目引いてみます。スパイクの色は、あ、シルバーということは星6の選手がいますね。ちょっと多く引くのでスキップして確認。あ、フォワードの選手マルクさんが星6をゲットできました。 CF の位置なので少なかったから、これは育てて使ってみたいですね。でゴールキーパーも星が少ないんですよね。キーパー来ないかな。おー、シルバーまた来た。これは一番最初に出てきた選手は星が5、銀河選手。じゃあスキップして見ていこうかな。あ、またフォワード、この選手結構オールマイティですね、使いやすそう。今回ゲットできたフォワードの選手ベンチにね入れていこうかなと思っています。そして現在ダイス選手1回だけ限界突破したんですけど、こうやってね限界を超えるっていうのもやりながら星6の選手もね育てていこうと思います。はい、限界突破 OK。 あと2回上げられるし所持数もあるので、今回はですね全部上げてレベル100まで育つようにしていきます。これをまだですね星6の選手でやったことがないので、これやりながら好きな選手を育てようと思います。中里選手にもねこのスピリットを入れた限界突破をやってみたいんですよ。はい、 OK、 これでマックスになりました。これは今回ゲットしたオールマイティな星6の選手を育てて、フォーメーション今の形かまた違うのにするか悩むなすっごく楽しいです。はい、ではですねここからは BFB チャンピオンズ 2.0、 この動画の冒頭でお話ししていたプレゼント企画の応募方法についてお知らせ、お話ししていこうと思います。応募方法はまずナイスチャンネル、このチャンネルにチャンネルのご登録をよろしくお願いします。そして BFB チャンピオンズ 2.0 をダウンロードして遊んでください。 BFB チャンピオンズ 2.0 のダウンロード URL は動画の概要欄にありますので、そこからのダウンロードをよろしくね。最後にこの動画のコメントに欲しいっていうコメントを書いてね。
BFB チャンピオンズ 2.0 を遊んだ時の感想もあるととっても嬉しいです。チャンネルご登録してくださってる方も2万人を超えたっていうことで、私もですね、もっともっと楽しく面白い動画をお届けしていきたいと思います。最後に応募の締め切り、3月の末日、3月31日までになりますので、応募方法をご確認の上コメントをよろしくお願いします。BFB チャンピオンズ 2.0 は公式 YouTube チャンネルや公式 Twitter もあって、そちらでイベントの告知もされているのでチェックしてみてね。あ、ダイスも Twitter やってます。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!